お、来たわね。開発班のアトリエはどうだった？はい、すごく便利そうでよかったんですけど。けどって、あれ？何か問題でもあったかしら？実は一つ問題がありまして。というわけなんです。ごめんなさい。錬金術って玉一つで何でもできるものだと思ってたから。そっか。よく知らなかったけど、中央だとしっかりした設備を使っているのね。どうしたらいいでしょう。このままだと調合できるのは私一人になっちゃうんですけど。俺も可能な限りフォローしますけど、エスカにかかる負担が大きくなってしまいます。しかし他に方法もなく。仕方ないわ。エスカちゃんが大変かもしれないけど、一旦このままで行きましょう。すみません、二人分の作業ができなくて。いいえ、こうなったのも手配をミスした私の責任よ。なんとかしてみるから、悪いけどしばらく我慢してもらえるかしら。大丈夫ですよ。せっかく役人になったんです。精一杯自分にできることを頑張ります。錬金釜用のレシピも考えないとな。まずはそれをしっかりやっていくか。それじゃあ気を取り直して、開発班の仕事のやり方を説明するわよ。ここからは仕事だから、形式的な部分もしっかりしていきましょう。覚えなきゃいけないことも多いしね。はい、よろしくお願いします。開発班では4ヶ月ごとに課題を作って仕事に取り組んでいるの。4月、8月、12月の頭にそれぞれ課題を作るわ。その前の月の終わりまでがその課題の期間ね。うちではその期間の間に達成を目指す一つの大きな課題と、たくさんの小さな課題を作っているわ。大きな課題と小さな課題ですか。優先してやるべきなのはどっちですか。もちろん大きな課題の達成が先決ね。むしろそれができなかったら他のことができていてもあまり評価されないわ。そんな課題を私が立てていくから、二人にはそれをどんどん達成してもらいたいの。他の課題もできる範囲で達成してくれれば、開発班の毎月の活動費も増えていくはずよ。つまり最優先は大きな課題の達成で、期間中にそれができなかったら基本的には失敗扱いになってしまうというわけですね。その通り。他には何かある？質問です。活動費って何ですか？開発班で使える共有のお金ね。これは毎月支部から支給されるの。仕事をしている間に細かいお金は貯まっていくかもしれないけど、一番の収入源は毎月支給されるこのお金よ。調査の準備にもお金がかかるでしょうし、必要に応じて使ってちょうだい。ということは、考えなしに使い込んだら次の月まで自由に動けなくなる可能性もあるのか。計画的に使わないと。途中でお金がなくなっちゃったら大変ですね。そういうこと。活動費は無駄遣いしちゃダメよ。定期的に支給されるから確認しておいてね。課題をどんどん達成していけば、開発班の活動費も増えていくから、いろんなことにお金を使えるようになるはずよ。開発班の一員として頑張って課題を達成して班の評価を上げていってね。はい、任せてください。最低限大きな課題だけでも達成できるように頑張らないとな。質問はもういいかしら。それじゃあ早速今期の課題を発表するわよ。あ、これがお兄ちゃんの言ってた風車を回収するお話ですか？
ええ、早速今期の課題にしてみたわ。どうも風車のパーツが劣化して新しいものと取り替えないといけないみたいね。つまり俺たちが錬金術で風車のパーツを作ってそれを渡せばいいんですね。そうね、最初は簡単なものから腕試しよ。パーツが完成したらクローネさんのところに持って行ってあげてちょうだい。クローネに渡せばいいんですね。わかりました。課題を達成したらちゃんと私に報告しないとダメよ。そこまでやらなきゃ評価できないからね。目的を達成したら報告するまでが仕事ですよね。了解です。さてと、だいたいこんな感じかしら。流れはつかめた？覚えることが多くてこんがらがってきちゃいました。大丈夫だよ、メモも取っているから。わからなくなったら確認するといいさ。ありがとうございます、ロジンさん、助かります。それと今回の大きな課題はあなたたちの適性試験も兼ねているの。これぐらいの仕事もできないようなら残念だけど適性はないと判断するわ。もしかしてそれってクビですか？別に脅すつもりじゃないのよ。大丈夫、あなたたちならできるわ。了解です、頑張ります。よろしい、じゃあよろしく頼むわよ。終わったら報告しに来てちょうだい。報告の手順はその時に教えるわ。よーし、早速作りましょう。ああ、でもその前にどうやって作るのかも調べておきたいな。あ、ちょっと待って、仕事に取り掛かる前に大事なことを忘れていたわ。これから錬金術を使っていろんな活動をするでしょうけど、まずは子宮班への申請を覚えておいてもらいたいの。子宮班？一体何のことですか？総務オフィスに行けば入り口にいる子が詳しく教えてくれるはずよ。出かける前に必ず総務オフィスに寄ってちょうだい。はい、わかりました。総務オフィスに何があるのかな？